キュロス女第4話衝撃展開。うさみみ、ギター、スタンドマイク、影山拓也のイラストが暗示する真の意味とは考察。うさみみとギターの意味、影山拓也のイラストから読み解く伏線と隠されたメッセージ。キュロスの女に対するファンの関心がますます高まっています。矢口啓太、影山拓也さんが描くイラストは物語の中で深い意味を持ち、 毎回新しいキャラクターやアイテムが描かれるたびにファンの想像をかきたてています。特に第4話に登場するうさみやギター、スタンドマイクといったアイテムは、物語の展開やキャラクターの成長を示唆するものとして注目されています。影山さんのイラストにはシュールレアリズムの要素が含まれており、視覚的な楽しさだけでなく、キャラクターの心の動きや物語の裏にあるテーマを暗示する役割も果たしています。キュロスの女は、 エンターテインメントの枠を超えて、視聴者との双方向まとな関係を築き上げています。毎週のエピソードに先駆けて公開されるイラストは、次に何が起こるのかという期待を高め、ファンたちはその絵をもとに自分なりの解釈や推測を SNS 上で共有しています。影山さんのイラストが出てくるたび、ファンは興奮とともに解釈を重ね、まるでドラマの一部であるかのように彼の描くキャラクターやアイテムに思いを馳せます。例えば ウサミミやギターはただの小道具ではなく、キャラクターの個性や心情を表現する手段として捉えられているのです。このように視聴者の感情を引き出すのに成功しているキュロスの女ですが、その背後には物語とイラストの深い連携があります。影山さんは、エピソードが進むごとにキャラクターたちの複雑な心情を丁寧に掘り下げ、ファンがそれを感じ取りやすくするような描写を心がけています。例えば、 キャラクターが特定の曲を聴きながらイラストを描くシーンは、彼の感情と創作活動が密接に結びついていることを示唆し、視聴者にとっても共感を呼びます。彼が描く一筆一筆が、キャラクターの過去や思いを映し出しているかのようであり、これがファンの心を引き寄せているのです。さらに、このシリーズでは毎回、答え合わせと称されるイラストの発表が行われ、ファンが予想していた内容との比較が楽しみの一つとなっています。 影山さんが描くキャラクターやアイテムは単なる飾りではなく物語に奥行きを与える重要なパーツとなっています。ファンたちは影山さんの作品を目にするたび物語の深みやキャラクターの内面を感じ取り次回の展開に対する期待を膨らませています。さらに「キュロスの女」のイラストには毎週のエピソードの予告編に登場する要素が描かれており ファンはこれらのイラストを手がかりに次回の展開を予測する楽しみを持っています。例えば、うさみみをつけたキャラクターやギターを持った人物の登場は、その背後に隠されたストーリーを予感させ、視聴者の興味を引きつけます。彼らはこのイラストに登場するモチーフが何を意味しているのか、どのように物語に関連するのかについて議論を交わし、時には自分なりの物語を想像して楽しんでいます。このように、 影山さんのイラストはファンにとって、物語と自己解釈をつなぐ架け橋となっているのです。また、キュロスの女にはシュールレアリズムの要素が多く含まれており、それが物語の奥行きを増し、ファンが繰り返し視聴する動機となっています。影山さんの手によって描かれるイラストには、どこか現実と幻想が交錯する独特の世界観が表現されています。このようなスタイルは、 視聴者に対して物語を深く考えるきっかけを与え、ただのエンターテインメントではない知的な挑戦をもたらします。ファンは単にドラマを見るだけでなく、その背景にあるメッセージや隠れたテーマについても意識し始め、キャラクターたちが持つ感情や葛藤に対してより深い共感を寄せるようになります。影山拓也さんが描くイラストの魅力は、ただの視覚的な楽しみを提供するだけではありません。彼の作品は、 物語の進行やキャラクターの成長に伴い、ファンとの一体感を高める手段としても機能しています。視聴者がドラマの進展とともに自らの感情や考えを重ね合わせることができるよう、影山さんはイラストに彼自身の感性や思いを込めています。その結果、ファンは自分自身を投影し、キャラクターの感情や行動に感情移入することができます。このようなクリエイティブなアプローチは、 キュロスの女をただのテレビドラマ以上の体験に昇華させ、視聴者にとって特別な存在として記憶に残る作品へと導いています。特に、答え合わせの瞬間は、多くのファンが待ち望んでいるハイライトです。視聴者は予告編の中で登場するキャラクターやアイテムを見て、それがどのように本編に関わるのかを推測します。影山さんが描いたうさみみやギター、スタンドマイクなどのシンボルは、 時に意表をつく意味合いを持ち、ファンに新たな驚きを提供します。この答え合わせによって、視聴者は自らの推測と実際の展開を照らし合わせる楽しみを味わい、物語に対する理解と愛着が深まります。さらに、影山拓也さんの描画の仕方も話題になっています。彼は描き始める前に曲を聴くなどしてインスピレーションを受け、それが描くキャラクターや情景に微妙な影響を与えています。 このような表現は、キャラクターが抱える感情や過去の体験をよりリアルに感じさせ、視聴者に彼らの内面を覗かせる役割を果たしています。影山さんが持つ想像力と繊細な感受性は、視聴者を物語の核心へと引き込み、彼の描く世界に浸らせる魔力を持っているのです。このように、キロスの女・畑田の視聴体験にとどまらず、ファンが物語に対して積極的に関与し、考え、 感じるることののできる新ししいい形のエンンンターテインメントを提供しています視聴者は毎週のエピソードを待ちわびながら、自らの想像力を駆使してイラストや物語を解釈し、独自の視点で楽しむことができます。影山拓也さんが描くイラストは、視聴者にとってドラマの一部であると同時に、物語と自分自身をつなぐ貴重な媒体として機能しています。視聴者がキュロスの女に夢中になる理由の一つは、 このドラマが視覚やストーリーテリングの側面で、彼らを想像の世界へ引き込み、自分の心情や人生経験を重ね合わせやすくしている点にあります。影山拓也さんのイラストは、単にキャラクターやアイテムを描写するだけでなく、その一瞬一瞬がキャラクターの内面や物語の奥深さを象徴的に表現しているのです。彼のイラストにはシュールレアリズム的な要素が加わり、時には非現実的な情景や象徴が描かれることで、 視聴者にメッセージをを読み取るヒントを与えますこれがファンにとっては知的な挑戦となり単なる物語鑑賞を超えた体験としての魅力を持つのですまたこのドラマにはキャラクター同士の繊細な人間関係や心理描写が巧みに織り込まれています影山さんのイラストもそれを巧みに保管しておりキャラクターの微妙な感情の変化や心の葛藤を表現する要素として欠かせない存在になっています例えば ウサ耳やギターといったシンプルなモチーフでさえ、キャラクターの個性や心の揺れを示唆するものであり、視聴者にとっては深読みや解釈の楽しみを与えるものとなっています。このような小さなディテールが物語全体に豊かさと立体感をもたらし、視聴者はただの観客ではなく、キャラクターの心情に寄り添う、共感者として作品に関わることができます。影山拓也さんの描くキャラクターたちは、 視聴者にとって家族や友人のような存在となっていきます。彼がイラストに込める感情やストーリー性は、ファンにとって非常にリアルであり、ドラマの登場人物たちがあたかも現実に存在するかのように感じられるのです。このようなリアルなキャラクター描写は、ファンに対して物語の一部として生きる体験を提供し、彼らをますますドラマの世界に引き込みます。ファンは毎週のエピソードを心待ちにし、 キャラクターの成長や変化を見守りながら自分の人生とリンクさせて楽しむことができます。